さあ、シーバスが狂ってきたよ。よっしゃ、食ったよ。おはようございます、釣り子 TV です。これ島野から新しく登場した機体の最新スピニングリールミラベルね、1万円前後ぐらいで買えるよっていうことで、で高性能ね、発売前から非常に期待の高かったリールですけども、実際にね魚を、たくさんかけてどんな使い心地かね、試してきたので、まずはこちらをご覧ください。これ新しく出たシマノのミラベル、ミラベル食ったよ。小サイズだけどね。いやー使いやすいよ。よいしょ。よいしょ。上がるから。マイクロベイトパターンにバッチリ決まってくれました。イエーイ。はい、ミラーベルに来ました。これでフレッシュベイトルアーズの魚皮張りのねルアーなんですけど、オフボイルしてるね。なんかマイクロベイト食ってるんでどうかなと思って投げたらバッチリでした。うわすごいボイル。引き続き投げてみたいと思います。すごいね、ルアーもナイスな感じだけど、ミラベルのパワーもいい感じでしたよ。なんかああやってずっとズバーって食ってるからね、このちょうどマッチザベイトみたいな感じみたい。ベイトとねリンクしてる、同じぐらいのサイズ。これを流れにドリフトさせて、おおすごいね。魚が絶好調になったタイミングでこのルアー入れたいな。ミラベルを試してみておりますもん。うん、あパワフルだねミラベルね、これね。ドラグはどうですか。いや強い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 。よいしょよいしょ。これいいサイズだな、ドラグの。ああドラグの滑り出しもいい感じですよ。ちょっとねサイズがいい感じだから。行くね秋のシーバスはやたら引きます。ちょっとドラグ針がねちょっと細いからね、無理するとね。おーいいサイズいいサイズ。おーいやーもういいってもういいよもういいよもういいよ。あちょっと
とでかいよ。もう行く行く行く、元気元気、よいしょよいしょよいしょ、結果のよいしょ、ういはい、フレッシュベイトルアーズのねルアー、60あるなしってところかな。ミラベルいい感じで活躍してくれております。じゃあね、逃がします。いやミラベルね、お力強い、おまたくて、あーいやいい、ちょっとね、いやいや避けちゃダメだよな、かけてかないとな。でっかいのもね見えてますよ。今日はこれね、シマノの結構安く買えるねナイスリール、ミラベルの魚をいっぱいかけてね、どんな感じか試したくて、ボイルシーバス釣り久しぶりに来ましたよ。もうね、秋の絶好調シーズンだからね、ルアーのサイズさえね間違えなければ結構簡単に反応してくれております。よいしょ、おお外れた。ドラグの滑り出しもすごいいい感じですね。これ使いやすいな。おおすげえ、魚がバカになってる。おっしゃ、おおバラすとね、しばらく釣れなくなっちゃう。ピラ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 、うわ足元ボイル、さあさあシーバスが狂ってきたよ。よっしゃ食ったよ、うわ元気元気っこね、よいしょ、さあ外れていいよ。あれじゃあ上げるか、よいしょ、リーダー太め、危ない危ない、リーダー太めだからね、リーダーさえ持てれば。いやーミラベルいいね、素直にドラグがシーって出てくれる。ドラグの滑り出しほんといいよ。あ、ちょっと大きいのかな、すげえ全然寄ってこない、ちょっといいサイズがかかったかもしれません。あでも寄ってく、あーうおー鈴木サイズってとこだね。うーおぉ60何がしてとっかな、よいしょよいしょ、 OK、
けから、よいしょ、おお、はい、シマノの最新ミラーベル、シーバス使ってみております。ルアーフレッシュベイトルアーズで、こんな感じでね、鈴木サイズがボイルしてくれております。ありがとう。さっき、うん、ありがとう。もういいか、もういいか、結構かけたな。あー、結構もうね、糸ヨレ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 ってなってんだけど、全然トラブんない。うん、ほんとね、ドラグの滑り出し良好、出てほしいって時にね、しっかりスーってね出てくれる。いやー、しかし秋だね。うん、ほんといろんなルアーでね反応してくれる楽しいシーズンだから、もちろんあの有名なねビッグベイトでこの城っていうのもね楽しいけど、しっかりとこうルアーのサイズね合わせて食わしていく、なんていうかな、まあいわゆる従来のシーバス釣りもね、ほんと絶好調で楽しいシーズンなんで、いろいろ気になってるルアーを試すには、あとタックルとかもね絶好のチャンスですよ。このね感じだから、ブラックバスでもミラベルもちろんね細い糸入れて使ってみたいな、ね、ドラグの滑り出し良好、これは釣れちゃうでしょうっていうね、これが1万円ちょいで買えるっていうのは本当やっぱ奇跡だね。あ、ボディの剛性感、ドラグの効き、あと巻き心地なんかも上位機種、俺の場合コンプレックスとかに比べたらちょっと重いかなと思ったけど、もうねこれでずっとやってると全然そのちょっと重いかなっていう違和感も全然ないですね。で、ほんと巻き心地が静か、スーってね巻いてこれる、この感じはねちょっと繊細なラインの変化とか当たり取るねシーバス釣りなんかでもねすごいいいんじゃないかな。まだまだ釣れるなこれな、すっげー、あ、戦艦みたいなサイズのがたまに餌ね捕食してるみたいだからね釣れそうよ。ちっちゃい生後サイズはね毎頭毎頭ついてくる。で、たまに大きなサイズはよっぽど気分が乗った時だけ捕食体制に入ってるって感じだね。ああ、食ったけど、食った。力強いファイトしようとしてもねしっかりと追従してくれるね。うん、ナイスサイズだよ。あ、どうかな、取れるかな。お、はい、引き続きのフレッシュベイトルアーズのルアーに結構ね粒揃いが釣れております。ミラベル試してみようと思ったら大活躍してくれております。すごい使いやすいね。はい、というわけで帰ってまいりました。いや、秋のハイシーズンに突入しているということで、結構ね魚をたくさんかけることができて、でこれによってね、見えてきたところなんかもあるのでお伝えしていきますね。一晩、ずっと使っていた感想としてとにかく軽いね、ボディ&ローターの主要部分に軽量カーボン素材 CI4 プラスを採用っていうことで、これが自分の使っているモデルが2500の SHG というモデルなんですけども、なんとですね 205g、 これってねもうねステラとね変わんないぐらいの重さなんですよね。
これによってですね、非常に一晩中ね振り抜いていても体がねまず疲れない。ちょっとしたね高級機種、まあ中堅機種とかを使っているのとね変わらないようなね軽さが1万円前後で楽しめちゃう。その他にもですね、この1万円前後で買えるミラベルのボディの中には鋼ギア、X シップ、マグナムライトローター、コアプロテクト、 G フリーボディ、 ARC スプールなどなどですね、そんなにいろんな機能を詰め込んじゃってるのね。もう本当ね、その分使いやすかったっていう感じですね。特に自分が好きなのは ARC スプールって、このねスプールエッジのところの、工夫というかですね、この感じのスプールになってから本当ねトラブらないんですよね。ピョン吉が起きづらい、もしくは重症化しづらいという印象があって、もうねこの ARC スプールが、搭載されているっていうだけでね、買いなんですけども、その他にもその1万円前後に今さっき言ったような機能がね、いっぱい積んであるので、もうね非常に使い心地がいい。はい、そしてね今回ね大活躍してくれたのがこのルアーなんですけどもね、こんな感じのルアー、なまめかしいでしょ。これ魚皮針ルアーってご存知ですか？魚のですね皮を張り込んで、でまあチューニングルアーみたいな感じで、フレッシュベイトルアーズってあるじゃないですか。なんだろう、ダヴィンチにこうこの白の皮を貼ったりとか、あとはまあギル系ルアーにギルの皮貼ったりとかして、フレッシュベイトルアーズ今ね結構、使ってみたいなんていう方も多いんじゃないかなと思うんですけども、そのね、フレッシュベイトルアーズのオリジナルルアーですね、これ木を削り込んでそれにこの魚の皮をね張り込んだねルアーなんですけども、これひょんなことからね自分一つ持っていて、で、今回どうかなと思ってね、そのミラベル試すときに魚いっぱいかけたいからね、これ投げ込んでみたところ、なんかね魚が上ずったタイミングだったらもうねすぐに反応してくれてましたね。まあ動画を見ての通りなんですけども、このルアーね、すごいんですよ。ね、ちょっと、ま、貴重なルアーなんで、ま、ここぞっていうタイミングでしか投入しないんですけども、まあ、今回大活躍してくれたということで、ご紹介しますけども、これね、フレッシュベイトルアーズの、すいません、名前ちょっとわからないんですけども、結構初期の頃の作品ですね、オリジナルのルアーなんですが、これが大活躍。はい。でね、ミラベルの方ですね。実は今回のシーバス以外に、シーバスの前にね、一回ちょっと試してみたかったことがあって使ってきた映像があるので、こちらもご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。管理釣り場に来てみました。これね、この前買ったばっかりのミラベル。これどんな感じかなって試したくて、まあ、管理釣り場で細い糸でね、ふかふかで巻き続けてトラブルとか起こんなければいいんじゃないかなっていうことで、まあ、ミラベルね、糸をこれから入れてちょっとやってみたいと思います。すごいね、巻き心地軽くて、こうふかふか巻きでもね、ほんとこの ARC スプールのおかげでねトラブんないから、こういう軽いものとか投げたりとか、あとね小さい子に釣りを楽しんでもらおうとかいう時、やっぱりこうテンションをかけずに巻いてねトラブったりすることって多いと思うから、そういう時にこそねこういう安いけどトラブらなくてっていうねリールがね活躍してくれるんじゃないかなということで、今日は釣りガールさんに来てもらってます。めちゃん、はい、準備完了しました。覚えてるかな、ここに指かけてこんぐらい巻いて指かけてぴょいってやって投げたら戻してで、こう巻く。
お願いします。あ、お姉ちゃんね、持つとこ、ここをね、ここを持つと楽ちん。そう。もう一回ちょっとじゃあ練習でね、巻いてきて、こう指をかけて、あ、で見てて、でルアーが引っかからないように気をつ、後ろに人がいないか見て、ほい。でこれで巻いてきて。持つところは、なかなか釣れません。なんか、すぐ。おいしょ、来た来た来た、巻いて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 、あ、今来た。さっきのはね、確実に来てる。今すごい遠くに投げる。いい感じ、いい感じ。そう、水の中に飛んでない。来るかな。3回来てたよね。巻いて巻いて、どんどん巻いて。ついてきてるかも。ほら、ほら、ちょっと思ってよ。もう待ってね。めっちゃ飛んだぞ。めっちゃ飛んだ。よし、黄色戻して、両手でやった方がすごいと思う。わー、すげえ。すごい飛んだ。まあ、黄色戻して。すごい。釣れた？釣れた？釣れた？まだ。まだ出る。出る。じゃあラスト1投、はい、頑張ります。釣れるといいな。ね。
飛んだすごい飛んだ。戻して管理釣り場、行ってきました。これね今ピーのね2号が入ってるんですけども、ナイロンの3ポンドとかを入れて、で釣ってるシーンはねなかったんです。結構ね魚自体は釣れたんですけども、楽しくてねあんまりその魚を釣り上げてるシーンとかはないんですが、何を見てもらいたかったかっていうと、釣りガールさんにですねちょっと投げてもらったんですが、釣りをねまだ始めてそんなに立っていないね、延べ竿の釣り中心でやっていたんですけども、スピニングリールにもチャレンジしてみようっていうことでこのねミラベル使ってみてもらったんですが、まあね昼ぐらいに行って暗くなるまでね釣りしたんですけども、適当にね遊んであとずっとね投げ続けてびっくりしたのが、ノントラブルね、これがすごいなと思って、まあ、今回 P ラインで先ほどご紹介したようなルアーを投げての釣りっていうのもまあもちろんなんですけども、自分なんかも結構手癖でそのなんだろうテンションをかけてから巻くっていう癖がついてるので、ちょっとねトラブルしづらいと思うんですよ、釣りやってる分。そこで、あんまりまだスピニングリールとかに慣れていない、釣りガールさんに半日ぐらい投げてみてもらったらどうかな、トラブらないんですよね。これがすごいびっくりして、缶釣りのルアーなんでもほんとごく軽量なルアーを、ふかふかの状態で、半日ほどね、巻いてどっかでまあトラブったりあるだろうなーなんて思ったんですけども、終わってみたらね、全然トラブらない。これはね、ARC スプールのおかげとかなのかな、なんていうふうに思うんですけども、で、あとね、子供で力もね、まだあんまりないんですけども、ミラベルね、軽いから、ね、これの、もっとね、小型の機種とかだったらさらに軽くなってきたりするんで、本当、ちびっことかに釣り、ね、始めてもらおうなんていう時、やっぱトラブルとか起こるとちょっと嫌になっちゃうじゃないですか。釣りしてる方もね、ちょっと嫌になっちゃうかなって思うんで、そういうのが全くない。ね。どれだけそのトラブルが起きづらい、ね、いいリールなんだろうってのがよく分かったなっていうところと、あとは1万円前後で、買えて軽くて、ね。ここら辺もその釣りを始めてみようかななんていう人に使ってもらうのに、うってつけなリールなんじゃないかななんていうふうに思った次第です。まあ自分はもうねブラックバスでもねこれね使いたいななんていうふうに思ってるんで、次はですね4ポンドラインとかを入れて、いよいよ始まるですね冬のちょっとタフなシーズンにね、こちらのスピニングリールを使って、ブラックバスアートを狙っていこうかななんていう風に、この後は考えております。というわけでね、試してきたんですけども今のところ火の打ちどころがない状態ですね。もう1台2台欲しいななんていう風にね思い出しちゃってる感じなんですけども、ただね普段はコンプレックスとかですね2万円とか3万円前後ぐらいのねリールを好きで使っているので、そこら辺に
比べるとまあドラグの滑り出しがちょっと違うかなっていうところと、こうなんだろう、ボディの材によるとこなのか、うん、巻き心地とかはちょっと違うよ。ただね、全然悪いっていうレベルではないので、ほんとね、火の打ちどころはないんですよね。もう好みの問題になってきちゃうのかなみたいな感じなんですけども、ただまあね、いろいろ魚をねいっぱいかけてみて、でドラグもいっぱい使ったから結構これ P ラインね、もうねネジネジになっちゃってるんですけども、それでもねトラブらなくね、最後までね楽しませてくれたっていうことで、この後ねさらにどんどん使い込んでいってみます。また気がついたことなんかがあったらどんどんね、動画にもまとめていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、シマノから新しく出たですね、これミラベルですね。自分は2500の SHG、使っておりますけども、これでね、魚をいっぱい釣り込んでみたところ、こんな感じだったよと動画にまとめてみました。はい、釣り込む TV でした。また会おうぜ。